サグンとは、スペインバレンシア州バレンシア県のムニシピ。古い歴史を有する都市である。公式名は、両言語の名称を、スラッシュで区切った、サグンとセガント。2014年時点で、の人口は6万5千3人である。紀元前6世紀頃に、ケルティベリア人によって開かれたサグントゥムが始まりであり、 海岸沿いの立地にも恵まれて、ギリシア人やフェニキア人との貿易で栄えた。古代ローマ時代にも、サグントゥムと呼ばれた。紀元前219年には、カルタゴのハンニバルがサグントゥムを攻撃したことで、第二次ポエニ戦争が始まり、ローマ側に組みた数ヶ月にわたって、カルタゴに抵抗したが、結果として、ハンニバル軍に降伏した。 紀元前214年頃に、ローマが占領し、1万人収容の円形劇場が建設されるなどして繁栄した。ローマの衰退後は、西ゴート王国、ついでイスラーム勢力の支配下に入り、イスラーム時代には、ムルビエドロという名前で呼ばれた。近隣のバレンシアが都市として発展していく中で、地域の中心都市の地位をバレンシアへ譲った。 1874年には王政復古のクーデターの舞台となった。今なお古い歴史を持つ観光都市として存在感を示している。良好を有しており、1960年頃には製鉄業が栄えた。近年は人口が右肩上がりである。ありがとうございます。